大津地町キリキリにあるキリキリ全米歴代の墓、前川全米は、江戸時代、キリキリを根拠地にした商人、網元である。長く森岡藩の雇用商人を務めた。屋号は妻や孫八、通称はキリキリ全米。戦国時代、古法上氏に仕えた、清水富江は、相模国前からうに領地を与えられていた。しかし、小田原聖伐で、 ご北条氏が没落すると、笛は、欧州、気仙裏に逃れた。この福の代に、キリキリに移住し、丘陵から前川と改正した。福のこの富永から、代々全米と名乗り、海鮮豚や網元、酒、味噌醸造と商売を広げ、森岡藩の雇用商人として栄えた。森岡藩に多額の融資を行う一方、 十分の一税を免除される特権を受けていた。しかし、1753年、四代、全米富政の時、森岡藩が、江戸幕府に、日光東照宮修復のお手伝い武神を命じられると、藩は、領内の豪商に費用を供出させ、前川家も7500両の出費を余儀なくされた。さらに、宝暦の基金では蔵を開いて、延べ三万二千人に雑穀を振る舞ったが、 追い打ちをかけるように、森岡藩に献金を要求された。こうしたことが度重なり、前川家の家運も傾き始めた。六代全米府長は、測量に訪れた井上忠敬を接待した記録が残るが、船をナンパで失うなど本業は苦境が続いた。以降も、前川家は存続するが、豪商としての活動は見られなくなり、漁業に専念するようになっていた。 1950年、前川家所蔵の古文書が水産庁によって買い取られた。内容は、早々期の1630年から1917年まで約4700点に及び、水産庁によって、江戸時代の漁業、水産物流通の実態を伝える貴重な資料群と評価されている。初代、ジンミリ、エ、角服キリキリ裏に移住してからの初代。 日立方面の貿易省との関係があり、海産物を扱っていた。二代、全米と皆が前川家を不動のものとした京元の祖。半に930両も貸していたほどの貿易省で、後に、それを全額藩に返納し、公易船200国分の御面積消耗をもらう。この代から、名字立脇を許される。三代、全米女とも大官所家の地方侍だったが、 原文三年、父の隠居と共に家業を継ぐ。四代、全米府小の田の中野義右衛門という旧人の家から養子となり、女友の後を継ぎ、全米を襲名する。五代、全米府の六代、全米富町七代、全十郎夫、命、八代、全米富寿。ありがとうございます。